四つ地宮は、鎌倉時代に存在した三宅の一つ。資料により三代目までは確認できるが、以後の子孫は不明で、事実上断絶した三宅として扱われている。世襲神皇家である三宅の端所とされる。前頭神皇は、淳徳天皇が佐渡島に流刑になった後の、天伏元年に生まれた巫女である。彼は時期は、はっきりしないが上洛して、祖母、信明門院のもで成長し、 親王宣言を受け、県庁三年に、祖母から、七条飲料を相続した。その後、祖母の住まいであった一条までの工事にあった、御所、四辻殿を相続したらしく、以後四辻宮と呼ばれるようになった。公安三年、昭和二年五月の二回にわたり七条飲料を、後宇田天皇に進建したが、昭和三年七月に、後醍醐天皇から一部を還付される。昭和四年五月に、 前頭神王は出家し、以後は四つ辻入道神王と称される。文法元年3月、85歳で皇居した。三子と宮病は、通言自身によると父に引き続き四つ辻宮を名乗っていたことがわかるが、生没年など詳細は不明である。吉成王は、塩文元年に親戚降下し、源義成を名乗るが、以後も四つ辻宮を名乗っていたという。 親戚降下後も、新郎宣言されることを望んでいたが必ず、王衛2年出家した。吉成王の唯一の男子とされる、松陰常修は早くに出家して、王衛14年に没集しており、以後は、子孫、邸宅、所領の相続など不明であり、四つ塾つを名乗る人物も未称である。宮内庁、皇室制度資料4による、ハット ABCD デジタル版日本人。 明大辞典プラスコトバンク、ありがとうございます。